今日は11月7日です。下今市駅に来てます。 SL 大樹を見に来たんですが、ちょうどマッチライドという、バイカーズのイベントをやってて、すごく楽しむことができました。この動画では SL の展示館や転車台をご紹介したいと思います。今見ているのは SL 復活運転プロジェクトについて SL 展示館が作られたということで、寄ってみました。日光、鬼怒川温泉エリアをモデルとしたジオラマを中心に SL の車体や運転室の実物の大写真、 SL の仕組みなどを解説していました。初めてね、SL に触れる方にとってすごくね、分かりやすい内容だと思いますので、 SL 好きの方はねぜひ、ご覧になってください。 SL 観光アテンダントが館内のご案内をしております。はい、今見ているのが転車台になります。転車台って何かっていうと、機関車などの向きを変えるための設備で、車両の向きが決まっている SL にとっては欠かせないものなんですね。それで東武鉄道では SL 復活運転プロジェクトに合わせて、 JR 西日本が国鉄時代に使用していた2つの転車台を譲り受け、山口県の長門市駅で使われていた転車台は下今市駅に、広島県の日進駅で使われていた転車台は鬼怒川温泉駅広場前に設置されたそうです。転車台がね、向きを変えるっていう珍しい光景になりますので、非常にね迫力がありましたので、ぜひ最後までご覧になってください。またね、鬼怒川温泉駅の転車台は広場前に設置されているので、誰でも間近で SL を見ることができるんだそうです。次回はね、鬼怒川温泉駅にも足を運んでみたいと思います。
were your smile. If without your love, when you think of me, I've gone too far. I can reach into your heart. I know that when I'm looking back, I'm torn in two. I might break like glass with this beat the light. Why do I see a sad in your eyes? Why do I see a sad in your eyes? Why do I see a sad in your eyes? Why do I see a sad? ありがとうございました。この動画を見てね、よかったなと思われた方はチャンネル登録とそれからコメント、いいねボタンをよろしくお願いいたします。